はい、えー、それでは平成30年論文式本試験監査論の解説を始めていきたいと思います、えー、担当はレック専任講師久坂です、えー、よろしくお願いいたします、えー、本試験、えー、皆さんお疲れ様でした、えー、どうだったでしょうかね 今回はまあ第1問ね第2問ともちょっと一見するとね事例問題っぽく見れる見えるるえわけですよね特に第2問は皆さんね想定通り事例問題だと思われたと思いますが第1問もですね若干の事例問題でえまあこういったこともねえありうるから。 まあ事前からねあんまり先入観を持たずにっていうことはよく言ってきたわけなんですけどもまあちょっとね、えー、そういう形式の変化が見られたとまあそうは言っても、えー、第2問ほどのね事例問題ではないですが、まあ、第1問も若干事例が絡められていると。で、えー、第1問はですねちょっと私見た時にびっくりしたんですね継続企業のの前提の監査と、えー、私は正直ですねこの予想会でも「継続企業」はこのご時世ですから。 あのどちらかというとね会社にとっては景気が上向いているという中で「ゴインコンサーン」まあ、さんをです、ね、出題さないしないだろうと、えー、言っていた部分はあったんですね。であのタイトル見た時に入ったなと思ったんですが、えー、これはですね、まあ 強引コンサーの問題ではあるんですけども、まあ、どちらかというとね報告論の話なんですよね追記情報とかね。で、あのー、平成30年の7月にですね、まあ、ついこの間あ監査基準が改定されてですね、まあ、平成32年の3月期から適用なんですけども継続企業の前提に関してはちょっとね報告論の話があの改定になると。 いうことがあったんです、ね、まあ,あのだからとはいえですね、まあ、主要な検討事項っていうね、えー、監査上の主要な検討事項っていうのがか今回の監査基準平成30年改定の目玉で、まあ、それに関連して報告論が出るかなと思ってたんですがまさかね、まあ、継続企業の前提に関して出されるとは思ってもちょっといなかった部分はあるんですがただそうは言っても内容を見ると実は講義の中で、えー、全て扱っている。 内容しかもでででもすすねね基本的に出題している内容だったんです、ね、で今回は第1問も第2問もあのどちらも比較的当連でも出しているし特に「論文グレードアップ講,義で講座の、ね」の講義ではあの大部分説明していたという内容もあってですね、えー、どれだけ講義を聞いてくださった方はですねどれだけ思い出して、えー、書けたかということになろうかと思います。 でえー、まあそうは言っても本試験ですからあのー、ね素点ベースではまああのー、じゃあ8割取れたとかね7割取れたってことは多分ないと思うんですね。えー、ただその中でいかにですね、えー、講義やのの内容を思思いいい出してかかけたたどうかっていうとがポイントになったと思いますで、えー、これからね具体的に、えー、問題の解説に入っていくわけですけどもそういう意味では。 従来よりはですね何答えていいんだろうっていう問題は少なかったと正直思いますなのでえ正直ソテベースでは、えー、前年前々年よりもあまあ、若干ねソテンベースでのこの、えー、合格ラインというのは上がると思いますはい でえー、あとはね冷静に思い出して書けたかということがポイントになってくると思いますのでじゃあ具体的にね問題見ていきたいと思います。はいえー、とまず論、ね、論文基本試験平成30年とということ監査論ですねで、えー、第1問からいきますね。えー、これは、まあ「継続企業の前提の監査に関する」と書いてありますが、まあ、基本的に報告論の話になります、ね。報告論はやっぱり予想通りというとこですね。 はい、でまず二重責任の原則について継続企業の前提の監査の枠組みの中で説明しなさいという問題でした。ま,まずですね、えーまあ、これはあの二重責任の原則のね、えー、定義を最初に書いてあげるのが一番無難でしょうねそうじゃない書き方ももちろんあると思いますがやはりね二重責任の原則ちゃんと分かってますよということを、まあえー、最初に書いてあげると。 ということで解説をの、ねえー、回答例、ね、ちょっとですねこれあの今後、まあ、レックとしてですね、えー、公表する回答とは若干ねあのまだ、えー、これね速報ベースですから変わるかもしれませんが、えー、こんな答えをね今の段階では準備しています。はい、まずね二重責任の原則とは財務省は作成責任は経営者にあり財務省に対する意見表明責任は監査人にあるという責任分担原則だと。まあ、これはいいろんな定義の書き方あると思いますが ここに関してはね、しっかりとこう述べてあげるといいかなと思います。で、その後ですよね、えー、じゃあ何を書くかといったときに、これ、えー、まず二重責任の原則を言ってますから、監査人と経営者のね、それぞれの責任をしっかりと分けて書くと、ね、いうことがポイントになろうかと思います。 であの平成14年のの監査基準改定文でもはっきりり書いてあますねこれは監査基準の改定全文特に14年は大事だから、えー、何度も読んでくださいと言っておいたんで多分ね言われれば思い出すと思うんですけども監査人の責任はあくまでもね二重責任の原則に裏付けられたものだというふうにです、ね、この継続企業の前提のところで書かれていたと思います。ねえー、それを踏まえてですね まあ回答、えー、経営者と監査人の責任をそれぞれ書いてあげると。で、えー、じゃあ換気法は今皆さん試験場で引ける状態だという前提だとすると、まあ、どこをね見ればよかったかというとやはりですねこれはね、えー、継続企業のとこの570の、まあ、3項4項とかですねあるいは570の6項ね、えー、特にこの経営者の責任はこの 部分ですね上から3行目から4行6行目ぐらいまでここはですね570の3項4行あたりそして、えー、監査人の部分はですねこの特にね、えー、このこれに対しての2行ぐらいここは570の6行あたりをね引いて頂い,いてまとめるとこれはもう、えー、引けばよかったという問題になると、えーまあ、ちょっと見ていくとね 経営者の責任というのは継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切かどうかをまず評価する責任があるということがありましたそれとともに継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるともし判断した場合にはそれについてね中期により開示する責任があったということであくまでもやはりね財務表の作成責任は経営者なんだというところに基づいております。ここれに対して監査人はこうですね 経営者が行った継続企業の前提に関する評価及びまああのこのね、えー、事情または状況があるときは対応策を出しますからそれを検討し継続企業の前提にその結果重要な不確実性が認められるか否かを結論付ける責任を有するとこれがまさに570の6個に書いてあるわけですね。でもし重要な不確実性が認められるとなればそれについてね 中なので、えー、まあここはね経営者と監査人のね責任について、えー、分けて書いてあげるこれがまた二重責任の原則の表れではあるというふうになりますので、えー、ここはですね、まあ、あの同じように書けなかったとしてもなんとかね換気を調べればある程度書けたと思いますので、えー、ここは。 あの特に講義でもねしっかり扱ってますからあここはかかかけて欲しかったかなといいううふうに思いま,す、はい、まあ,あの継続企業が出たってところでびっくりしちゃったのはあると思いますがあの問題を見てみると特にね、えー、なんてことはないということになります。では問題に行きましょう。問題にはですね 監査人は監査計画の策定にあたり継続企業の前提に重要な危機を生じさせるような、まあ、いわゆる事象または状況ねこの有無について確かめなければならない理由をリスクアプローチを踏まえて説明しなさいということでやはりここはですねこれが効いてくるわけですよ。リスクアプローチを踏まえてということなのでリスクアプローチの観点で書かなきゃここは点が来ないということなんですね。で ここはですねあのリスクアプローチのことをしっかり分かっていればやはりねその場で考えてそう難しくないと思うんですよね。つまりリスクアプローチっていうのは、ね、重要な間違い虚偽表示が発見する可能性の高い事項については監査資源を重点的に充てると。 逆にあまり間違いが起こらなそうな、ね、ところについては、まあ、力を、ね、抜くというわけじゃないですけども省力化するとこれがリスクアプローチですから、ねえー、この継続企業の前提に、ね、重要な企業を生じさせるような、まあ、いわゆる事象または状況ここはですね、えー、なぜ確かめなければならないかというとやはりこれでねもし状況事象または状況が存在する場合にはこれはですね、えー、対応策 ね、検討とかですね、まあ、対応策がね、えー、この事象または状況を解消できない場合には中期をね検討しなきゃいけないということもあってそうじゃない場合に比べてあの監査資源をやっぱり投入しなななきゃいけけなくなるわけですよつまりリスクアプローチの観点からは重点的にね監査資源を当てなきゃいけないという可能性が高まるわけです。なのでこの事象または状況があるかどうかについて確かめることによってその後のね 監査計画が変わってくるわけなんです。ね。えー、自称または状況がなければ効率的な監査ができるでしょうし、えー、逆に自称または状況があればね、ここは徹底的に、あの、監査資源を投入することによって効果的な監査を実施すると。ね。このことですよ。これを答案上表現できればよかったという問題になります。ね。なので、あの、 言わわれればわかるしここがですね、まあ、あの非常にね、えー、いい問題というかですねその場で考えて何ていうかですねあのちょっと無理くり考えなきゃ解けないとかでもなくてあのリスクアプローチのことをしっかり分かっていればあ,のあとはね継続企業の問題というよりはあのこの難易度が高い監査事項については重点的に資源を投入するとそうじゃなければ投入しないというね 基本的な入門レベルの知識は必要になりますけれども、えー、リスクアプローチの問題ですから、ねえー、ここはねあの、なんとか考えて、えー、少し回答を埋めていただきたかった問題ですね。見ていきましょう。えー、リスクアプローチのもと、重要な虚偽表示が存在する、えー、発生する可能性の高い領域については、監査資源を重点的に投入し、効果的な監査の実施を図る必要があるんだと。仮に、えー、ゴインコンサーね、継続金を前提に重要な企業を生じさせるような 事象または状況これが存在する場合にはねここですね経営者の対応策の検討とかねえこれ対応策検討やまあえ中期の検討が必要になることやまあそうでない場合に比して重要な虚偽表示がなされる可能性が高まるとまあえ継続企業の前提に問題がないというようなねえことで虚偽表示をね する可能性も高まることなどからまあそうじゃない場合に比べると相対的に多くの監査資源を投入することが必要となるわけですよ。だから適切な、ね、対応を反映した監査計画を作成し、えー、効果的かつ効率的な監査の実施を可能とするためにはね監査人は監査計画の策定にあたって、えー、このね事象または状況の有無について確かめなきゃいけないと。ね え、それによって、計画を変わってくる。ね、なぜかといえば、重点的に監査をすべきか、そうじゃないか、ということが変わってくるわけなんですね。はい。なので、まあ、このリスクアプローチの問題はね、やはりまた繰り返し出たわけですよ。これも2年前かな、3年前か。あの論文でリスクアプローチの大問が1個出たわけです。で、そこからずっとですね、同じ問題が繰り返されます。 監査論では大事なところは何度も出ます。リスクアプローチは出たからといって気は抜かないでください。これ何度も講義で言ってきました。当連でも言ってきました。ですからあのしっかりね、えー、素直に話を聞いていただければここはねあ,あ出たなという感じでね、えー、いくらこれがごごインさんの話であってもまあ,あのある程度ね考えが及んだというふうに思いますのでやはりね。 これ監査論というのは暗記ももちろん大事な部分あるけれども、しっかりとね普段から考えておくことが大事だということがねしっかりと問題文から伝わってきますね。やはり監査はねあのちょっと一見するとうっと思うんですけども、あのやっぱりねいい問題が出続けるんですよね。あのちょっとねこれはあのえっと。 で、私が言えることじゃないかもしれないんですけども、短答式、本試験はね。ちょっとね。あの結構差があるんですよちょっとここまで細かいとこ聞くのっていう年もあるんですけど、やはりね。論文はね。これいい問題ですね。はい、まあじゃあごめんなさい。次行きますけども問題3に行きたいと思います。はい、問題3はですね。次に示す状況1を識別した後。 監査にはどのような監査手続きを実施することが求められるかその目的及び具体的な監査手続きを述べなさいということでこれどんな状況だったかというとまああのね ×1 年3月期で業績低迷で当期純損失を計上したとでその結果債務超過で事象または、まあ、状況が生じているという状況だと。で この連結財務状提出会社 A 社は債務超過を解消する対応策として、まあ、よくある話ですけども主力金融機関に対ししてて、ね、債務免除を要請しているとじゃあ債務免除を要請した時のそのね、えー、具体的な監査手続きと、まあ、その監査手続きの目的は何かを述べなさいと言っているわけですね。でこれもちょっと回答から、えー、見ていきたいと思います。 で、えー、と回答がですねまあちょっとこんな形でね現段階では想定していてまずですね具体的な観察手続きから先に見ていきましょうまあここはちょっとね正直実務を知らないと何を書いていいかなっていうところはあったと思います。ねえー、ただこれもですねまあちょっとあのー、あまり良くないかもしれないですけど 講義の中、あるいは当連の解説の中で常にね、手続きが分かんなかったら質問と閲覧だと。これはですね、まあ、あの、あんまりこの動画で言うべきことじゃないかもしれないですが、普段の講義でね、えー、言ってきていました、ねえー。手続きで迷ったら質問と閲覧を書けば、絶対に罰になることはないと。ね 監査で質問をししなないいことも絶対ありえないし閲覧をしないこともありえないんだということでねお伝えしてきましたのでじゃあ質問と閲覧書けばいいっていうのはあるんですけどもそこをどうやってですねこの,あの債務超過でね、えーまあ、債務免除の要請してる状態で何を見ればいいかっていうところを、まあ、ちょっと考えながら肉付けすると、まあ、最高のね答案になったと思いますが、まあ、ちょっとねなかなか難しかったと思いますので、えー、なんとかねこれを文脈に当てはめ て問題に答えようとして書いていただくことが必要だったかなと思いますね。まあ、ここではね。 金融機関関とその債務免除に関してです、ね、要請しているわけですから当然やり取りやねその金融機関合意したりしているわけですからその状況を把握すると、ね、で関連する文書を閲覧すると、まあ、こういうふうにですねなんとか書いていただければねすごい良かったかなとあるいはね経営者への質問を実施するってことも当然ね本当にどうなってるんですかってことは聞くことは大事だしあとはね顧問弁護士がまあそういったことをです、ね、把握している、まあ、債務超過の状態でね債務免除をね要請しているというような 状況ですから、顧問弁護士へ質問するというようなところで、ま顧、あ、問弁護士まで書けなかったかと思いますが、経営者への質問というようなことを書いてあげればね。それはそれでまあ、最低合格レベルのね、えー、答案にはなると思います。じゃあ、あ実施目的は何かというとこれはね。対応策ですから、対応策がこれがまあ実行可能ではないということになれば、これはね。あの事象。または状況の段階。を 過ぎてですね,、まあ、重,要なねあの <laughs> 重要な不確実性が認められるということになっちゃいますからそもそもこの対応、えー、策の、ね、実行可能性とかですねそういったことを検討して不確実性が認められるのかどうなのかと、ねえー、実行可能なのか対応策はそうじゃなくて不確実性があるのかということを見極める検討づける、えー、結論づけるそれが目的なんです。だからこういうい回答になってるわけですね えー、監査手続き実施の目的は経営者が債務超過解消目的で主力金融機関に対して要請したここですよ債務免除の実行可能性ねこれ本当に絵に描いた餅じゃないんですかって話ですねこれもまあ講義ですね言ってる話ですよね。えー、検討し継続金融の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付けると。ね えー、認められるかどうかによって、その後ね中期とかそういったことは変わってくるまあ、ここはゴインコンさんの基本的知識ですからね、えー、そのその部分はねさすがにあの担当の知識でも十分だと思いますんで、それをですねこの実行可能性の話に持っていけたかというところが問題さんですね。はい。えー、まあ、問題さんもねだからあのこれも考えていただけばまあ、そんなにね、えー、突飛な問題ということでもないわけなんですよね。 はい、じゃあ問題4に行きましょうじゃあ状況1に続き状況2になったということで問1問2に答えなさいということでじゃあこれはですねええ後援コンサに関する中期をねするんだと、まあ、要は不確実性があったということですねで中期して、えー、連結財務省を作るとで、えー、担当する監査人は、えー、そのね財務省に対して無限定的政権を表明した上で協調事項を設けて追記することとしたとまあ ゴンンコの、ね、中期があれば必ず追記ですから、えー、そういった意味で、えー、こういうことをしたと。はい、で、えー、問1追記情報が関西圏と区分されて記載される理由を述べ出せるこれもはっきり言ってゴンンコと全く関係ないですよ。ね、だからここもですねまあ継続企業についてちょっと基本的知識が曖昧だったなという方でもこれもねあの事前に言っときましたが。 問題の中でも関係ない問題がいきなり問い音とかで出てくると、ねえー、いうことは何度もお伝えしてましたのでもし継続企業がちょっと忘れちゃったなっていう方でもまずここの問題をの統一は解けたわけなんですよ。追記情報とと話,話ですからね監査意見と区分されるこれはあくまでも一言で言えば追記情情報報いうののは監査人からの情報提供ですよねですからあの監査意見とは明確に区別するんだと。 あくまでも情報提供機能の発揮で意見表明の枠組みじゃないんだとこういうことでしたよね。これを書けば、ねまあ、よかったという問題で問いのね監査人が監査報告書に追記とする理由を述べなさいと、まあ、いうことですがこれもですね実は講義の中でバッチリね扱ってるんですよ。過去問でも出てました、ね、だから「過去問」はやっぱり大事なんですけどもこれはですねまああの継続企業の話っていうのは 投資者っていうか、ねまあ、財務諸表利用者にとってあの重要じゃないわけがないんですよ会社が存続するかどうかねえっていうことですからですから会社が存続するかどうかというねこの継続基本前提に関する中期は常に著しい重要性を伴うこれは講義の中でバッチリねやってますですからこの状況で追記しないことはないんだということをですねベースに書いていただければよかったという問題になります。はい、回答見てみましょう 問問題いいいでですす、はいえー、追記情報は、まあ、これいいですよね意見の表明あるいは保証機能の発揮の結果として記載されるのではなくここ情報提供機能の発揮の結果として監査報告書に記載される監査人からの協調または説明事項であると、まあ、ここはもう定義をですねあの書いていただけばいいというふうに思います。それでその後ね「えー、追記情報はここですよね保証の枠組みから外れるんだ」と。 監査人の責任が曖昧にならないよう、まあ、ここも責任の観点も、ね、書いてあげて監査人の意見とは明確に区別される必要があるとだから区分されて記載されるんだということでまず保証の枠組みから外れるんでそれを書いたらね、えー、監査人の責任が曖昧になってしまうということも、ね、ありますからそれでね、えー、ここはしっかりと、あのー、そのことを情報提供機能なんだってことを書いてあげればよかったということになります。はい 1> えーまあ、あの問1は、ね、そういったことで問2もちょっと続けてみましょうか。問2はですね、えー、ここも今口頭で先ほど申したとおり継続金業を前提に重要な不確実性が認められる状況であってもなお継続金業を前提として財務手表を作成している旨の中期、まあ、これがね、えー、重要な不確実性がある場合の中期ですけどもこれは財務手を利用者が財務手表を理解する前提として常に著しく重要なんです。ね だから利用者のね注意を喚起するまあこれが追記情報のね、えー、ポイントですけども注意を喚起する必要が絶対あるので追記としたんだということになりますまあ状況にではね、えー、そういうことになりますのでここはですねまあなんとか、えー、これも講義を思い出していただいてですね、えー、回答いただきたかった問題ということになりますはいえー、それではですね今度問題のえー 五ですよね。えー、っと問題の5はいこれですね。問題5じゃあ今度状況1,2に続き3になったということで、でうんと状況二で行ったあ監査判断を監査人はこう変更してね協、えー、調事項を記載しない無限定適正意見を表明することにしたと。この判断は妥当だということを前提に。 えー、その他監査人が監査報告書を作成する上で取るべき対応だと対応を述べなさいと会社法監査は考慮しないということでじゃあ状況さんがどんな状況だったかというとこれね A 社では決算日後もうここポイントですよね決算日後ですよ。ね。 えー、財務省の作成日までの間ともうこれ後発事象だってもうここではっきりもう言ってくれてるわけですよねだから今回ねここもあのしっかりと書いてくれてるに主力金融機関によって債務免除が実施されたとまさにこれ後発事象ですよ。ねその結果 A 社グループの債務超過を解消されたそれによって A 社の経営者は継続企業の前提に関する中継をしないことにしたと。 で適切に監査手続きを行った結果最終的に無限て適正権とつまりまあ問題なかったわけですよね。で解消された債務超過が解消されたんで、まあ、継続企業っていうのはこれはもう全然問題ないと中期も重、ね、要な不確実性はないんだという話になったわけです、ね。そうするとこれってどういうことかというとまああのー、これはですね 決算日後なので、まあ、あのー、特にね、あのー、修正後発じゃないんです。決算日前には影響しませんので、決算日後に影響する。たつまり、当年度の連結財務省には特に影響を及ばさないんだけれども、翌日以降にはこれはもちろん影響を及ぼす。まあ、特にね、企業の存続がね、あのー、まあ、 まあ決定したというわけではないですけども危ない状況が解消されたというわけなんで、えー、翌日以降の財務省に影響を及ぼすので、まあ、これはいわゆる特に開示後発あ後発事象の中でも開示後発事象ですよね。ということをまず書いてあげると開示後発だったらじゃあ今度監査人は監査報告書を取るね。 に対対して取るるべき対応を何すすかと言えばですね開示告発だったらこれが重要なね告発事象であって監査人が必要と認められる場合にはですねそれは、えーとまあ、もちろん中期を検討した上で中期も妥当であれば追記をするかどうかと強調するかどうかということを検討するわけなのでまさにここも報告論の追記情報の話ですね。 になるわけです特に開示後発のね話ですからここもですねまああまりご因婚さんというよりはですねまあここはあの追記情報の話でかけてしまいますのでここもね、えー、特に継続企業関係なくできた問題だったと思いますねはい見てみましょう回答ね A 社では決算日後の主力金融機関による債務免除により債務超過が解消され 継続企業の前提に重要なな不確実性が認められないことととなったとこれは当年度の連結財務省には影響を及ぼさないが翌年度以降の連結財務省に影響を及ぼす会計事象であるため開示後発なんだとだからそのね中期による開示の必要性そもそも重要,な重要なね後発事象で開示が必要なのかどうかそして中期が適切かどうかをね、えー、検討して監査人がさらに必要と認めたと。 あのこれも担当のね解説とかで時々言ってたりしてますけどもあの重要な後発事情だからって必ず追記しなきゃいけないわけじゃないですよ。重要な後発事情として、えー、会社が中期していたとしても別に注意喚起をする必要がないと監査人が思えばこれは追記する必要ないんですからね実務ではそんなのいっぱいありますよ。な、ね、なので、えー、重要な後発事象として、えー あの会社がね中継をしていてさらに監査人が注意を喚起する必要があると判断したものだけえこれは追記情報を書くまあ強調事項を書くということになりますのでそのことをですねこれも講義でねしょっちゅう言ってた話ですけどもえ書いていただければいいということになります。ね はい、まあ、これが、まあ、問題5ですね第1問ということでですねまあ第1問正直テーマとしては見た瞬間びっくりしてねあこれ継続企業出ちゃったかなと思ったんですけどもあの継続企業のを絡めた報告論の話ということで、まあ、報告論は、ね、あの予想の範囲内ですからあとは継続企業の、えー、基本的知識、まあ、ここをですねなんとか思い出していただいて書いていただくという問題でしたね。はい、えーまあ こういったことで、ね、まああのちょっと事例も絡みましたけれどもあのどうですかねまああのちょっとねこれがまああのちょっと1科目目の第1問で。 えー、あの面食らっちゃってできなかったよって方ももちろんいると思います。まあ,あのそうは言ってもね。監査論で、えー、そのぐらいの失敗をしてもですね。他の科目で全然挽回できるので、あのそこは気にすることないんですけども。あの逆にね。えっ、ー、とまあ、この言った問題であればですね。やはりあの従来からね、えー、お伝えしている。勉強法で十分対応できると。でもあのしっかり勉強して分かってないと。 解けないといとうね、えー、非常に練られた良問だと思いますので、あのー、これはもうね監査論に関してはやはりね勉強方法はもう変わらずね、えー、しっかりと基準を読んで講義を聞いて登壇をやると、ねえー、いうことで十分対応できますので、えー、そういったいい問題をですね試験員の先生方作ってくださってますんで、あのーね、引き続き、えー、同じ勉強方法でいいと思います。はい、えー、ではですね、あのー、次第2問目ですね第2問目の、えー、これはですね。 あの事例問題ですが今回は第2問目は「棚卸しさんね」ね、えー、出ましたねついにねあの。確認とかですね、えー、結構出てましてまあそういった観点からそろそろね棚卸しさんは正直危ないんじゃないかというふうにあの我々ずっと予想していました。であのまあついにとうとう出たなということで、えー、まああの事例問題ですけども。 見ていきたいと思います。はい、えっ、ー、とまずですね、まあ皆さん状況ねある程度読まれているかと思いますが、ちょっとポイントを確認していきたいと思います。えー、問題の三ページ目ですかね。はい。で、えっ、ー、とまずですね、後者まあ上場の製造業だとでまあ第三十期とであの。 まあ、これ、観察論の勉強が進んでたりね。えー、っと、私なんか、この、この、 あれを見るとですね、まあ、あの例えばあの租税法を勉強してたらあ製,製造業であのどうだ簡易課税どうだとかいう話になるかもしれないですけどもあのカーサロンで言えばですね製造業で営利目的の会社って言ったらこれ覚え思い出せますかこれも講義でよく言ってた話ですけどもあの需要性の基準値の話ね税前利益を基準にして 5%, 5がまあ一般的だここら辺までねこの製造業からあの 膨らんででいただくとですね結構今回の問題もねまた解きやすくなるということがありますので、まあ、そういったことも含めですねあの想像を膨らませながら読んでいただくといいんですがで、えー、と監査を担当する X 監査に x は、えー、次の情報を得て監査を実施したと。で今回ね創業者は経営から退いてるが依然として3分の1の超議決権保有する大株主だと、まああのー。ここら辺はね今回にし 論文にしては珍しくというかあのそこまでまあ関係して回答を書くこともできると思いますがここら辺はそんなにですね、まあ、回答に関係させなくても今回は答えられた問題ですねあとは社外取締役で、えー、過半数が社外取締役で女性役員も複数いるとかで、ね、社長は社内の生え抜きだとかまあこの辺はそんなにええー まあ読め飛ばしてもですねそんななに影響なかったとであとここら辺からね、まあ、ちょっと関係ありますけども国内4か所の生産工場で単一製品を生産していてその状況は次の通りということで主力工場が 45%B が 20C が 1817D が17ということになってます。で えっと、29年5月12日に発表した30期の業績予想はどうかというと、つまりこれね、えー、29年の4月1日から3月31日までの1年間のうち、まだ始まって5月すぐのところでですね、業績予想を出した、この時がですね、1000億円と売上高だかね、えー、10万100万円ですから1000億円。で、経常利益が45億、税前も45億と。で、当期純利益が30億。 ということになっているとで、売上高及び系。常ま経常。利益は業界トップに肉薄する。第2位の水準と業界第2位だとで業界トップとももうほぼ差がないと言ってますね。まあ、この辺もいいでしょう。で、えー、これ監査に x による当期の監査計画抜粋したものですけども、どうなってたかというと。後、え、者、ー、に対する可燃度の監査で重要な発見事項がないと。 また、監査計画の策定の段階で、校舎の内部環境及び外部環境に重要な変化がなかったと。ねえーまあ この、ね、監査計画の策定の段階で、まあ、内部統制を含む企業を企業環境の理解をするとですね重要な変化がなかったということでしょうこのため従前と同様棚卸さんの実在性を裏付けるための監査手続きについては以下の方針に基づいて立ち会いを実施することとしたということで従前と同じような方法でやったとで立ち会い拠点の選定、ね、主力の A 工場に加え D 工場を選定するとで主力の A 工場は毎年選定まあここはね毎年 なんですねでなぜかというと主力だから残り3工場から1工場を選定する従前の星に従う第28期は B 工場第29期は C 工場だったので当期30期は D 工場の順番ということでまあこの A 工場は毎年なんだと。ねで D 工場はこれ、まあ、で A 工場は今回ね30期が立ち会いを計画してる D 工場も立ち会いを計画してるとまあそういう状況ですね。で 立ち会の実施時期ですねこれもですねまあ、講義の中で実施時期を2月末に設定して結構なあのお伝えしてますから当連でもね似たようなの出てますからここね期末日には原則として工場の操業を停止できないため2月末の校舎の自治棚卸しを時に実施すると立ち会いは2月末の校舎の自治棚卸しの時に実施するということで2月末に立ち会うんだということですよね。はい ここまで、ねえー、っと読んできてで次ですね、えー、問題4ページ目ですけども、えー、立ち合いの範囲ですよねで今度 A 工場は敷地も広く棚卸さんも多いので、えー、工場内の3倉庫 PQR のうち P 倉庫について立ち会って数量をテストする。なお28基は Q 倉庫29基は R 倉庫についてテストしてたと、まあえー、28基は Q29 基は R だから今回30基は P 走行をテストすするんだとということですよね大丈夫ですかねはい。で、じゃあ29期末における、つまりこれ29期末前期ですよね。前期末における棚卸産残高は120億だと、ね、言ってます。まあ先ほど申し上げたとおりですね、えっ、ー、と、売上高がこれ1000億ですよ。ね。で、 経済とかね、税前は45億ですから、そう考えるとね、棚卸るさんのこの120億っていうのは非常に重要ですよね。あの、棚卸るさんが、えー、大丈夫ですね、重要な場合は、これね、棚卸るさんが財務省において重要な場合は、必ずね、 えー、もうよほどね実務的にあの実務的にというかね、まあ、困難な状況がない限り例えば紛争地帯に棚上さんがあるとかねそういった場合を除いてはね田上さんたちを実施しなきゃいけないですからそういったことでねもうここで重要性があるというふうに、まあ、通常ね、えー、思いますよね。で第30期もお松も同水位を見込んでいるといたと。で あと、立ち会いを実施しない工場については、校舎の最終的な在庫記録、まあ、最後のね、在庫を何個あったっていう記録が、実際の実地棚卸し結果を正確に反映しているかどうかを判断するために、当該記録に対する監査手続きを実施するということで、まあ、最終的な在庫記録、帳簿ですよね。帳簿と実際の棚卸し結果と、まあ、 書面上で比較する手続きを実施することとしたということなんでしょうただここはね実はあんまり読み取れなくても問題は解けたかなと思いますでここの後ですよねカンサニー X が入手した匿名の情報です、えー、平成30年2月中旬カンサニー X に対して匿名で次のような情報が寄せられたとはい。でここですよね A 工場において2月末の自治の卸時に 一時的に旧倉庫の製品、ね、1100万円ですからこれ10億ですねあごめんなさい10億ですねを P 倉庫に移動するよう工場長から旧倉庫および P 倉庫の従業員に対して指示が出されたと10億ですよ、ねえー。これまあ10億っていったら計図、まあ、で45億ですからね10億も非常にね、まあ、大きい数字ですね。これを p Q からです、ね、移動するとと指示が出されたともうこれはもう明らかに在庫ね水増しだとこれ P と Q と R の倉庫があって今回 P しかですね棚卸し立ち合いしない,実施しないわけですそうすると経営者も分かってですね、えー、まあ,あ誰が指示したかっていうのは今後の問題にも関わりますけども Q 倉庫は監査人は来ないとだったら Q, にある倉庫 Q の倉庫にあるものを一時的に P に移しちゃうと。 ね、これは当連で現金実査の時に同時性の原則って言ってねあの現金と受け取り手形と、まあ、そういったものを有価証券ねこういったものを合わせて実査する時は同じ日にですね一気にやんなきゃいけないということをやってます。ですから、まあ、そことはねあの同じ話ではないんですけども今回の状況でこれ P 倉庫だけをねに立ち会いをするということであれば Q とか R は見ない分、そこでね何か不正がなされるってことは十分あり得るってことが想像がついたと思います。でまさにこれはねえ、これ Q から在庫を移動させると本当はないのに、えー、P P P 倉庫にあったものとさせるような不正がなされたとここで思いますよね。通常工場長から直接このような指示が出されることはない。まあ、ここでは工場長が指示を出したと言ってます。で。 A 工場は主力工場ということもありやや強気の社内予算が設定されているが平成29年度後半から予算未達ここですよね予算未達の状況だとこれは社内でも知っているものが限られていて業績予想の達成は難しいだろうという情報やはりこういった苦境に陥るとですね悪いことをするとまあね悪いことっていうのが本当にねあのまあ何をもって悪いことかっていうのはありますけども財務所用のね、えー 適正な財務省の開示ということにとっては悪いことですよね。これ、あの、まあ、例えば、よくある不正の話ではね、従業員が、まあ、業績が悪化して会社がね。 の事業部門が閉鎖されてしまうと従業員さんがクビになっちゃうということでね工場長なんかがあの頑張ってですねまあそれはいい頑張りじゃないんですけどもあの従業員をねなんとか雇用を維持するということをあの考えてですね悪いことをしてしまうというケースも多々あるのですねあの人間性が悪いってことではなくてですねあのまあ従業員のことをかばった結果不正が起こってしまうということもあるんでね何とも言えないですがまあこういったあの 強気の予想を立てている場合にはですね、非常にこういう不正っていうのは起こりやすいということになりますね。はい。で、じゃあ問題1見ていきましょう。一般に不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合の監査人の対応について説明しなさいと。で、これははっきり言って今回の事例問題の事例とは全く関係ないですよね。ですから、あ、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の話で監査人の対応なんだといった瞬間に、この事例を読まなくても解ける問題と。 であのー、これもね当連とかで言ってたんですけどもまず問題をねざっと事例は把握できなくても問題を見てですね問題でいきなり解ける問題があるのでそういった問題をピックアップして解いちゃうといいですよなんて言ったらまさにこの問題1がそういう問題でしたね。でここはまあ不正ですから換気棒のね240だということがパッと頭に浮かべばですね、まあ、240のどこを探せばいいかなという話になってきます。 で240のどこを探せばいいかなと言った時にはですねこれはまさに普段から240をね まあ、240何度も読んでくださいっていうのはずっと言ってましたんで240を引いてた方は大体ねあ,あそこにあったなというふうに目処がついたと思うんですね。なのでやはりねここでも基準の重要性っていうのがあって、えー、240特にね、えー、重要性 A ランク毎年つけてますからここに関して読んどいてくださいというところからですね、まあ、あ,のある程度参照できた方は良かったなと思います。 じゃあちょっとですね。問題1の回答を移したいと思います。現段階ではこんな回答を想定していますね。はいで、えー、っとちょっと見ていくと、監査人は不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合には、不正による重要なね。虚偽表示の疑義ですよね。次の段階が存在していないかどうか判断するため、経営者に質問,質問をね、えー、し、説明を求めるとと,ともに追加的な監査手続きを実施しなくちゃならないということ。 でこれはですねあのーまあ、換気法で言えば240の10個 F5 とかねあるいは240の F35 の2個、ね、こういったところに書いてあって、まあ、どっち参照してもほぼ同じ説明ができると特に不正ですからねこの、えー、不正リスク対応の F に、ねえー、ついてるところを見ればよかったのでここら辺なんかもなんかまあ書けた 方をねえっ、ー、と比較的いいいたんじゃないかと思いますでその後また識別した不正による重要な虚偽表示を示唆する状況についてこれもここもねよくレジュメとかねあのいろんなところで見ていると思いますが関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないといった場合には判断した場合には不正による重要な虚偽表示の疑義があるとね、えー、示唆する状況から疑義に変わる。であるものとしてと取り扱い、えー その疑義に関して十分かつ適切な監査情報を入手する必要があるんだ。これがですね、二百四十の十個の f 六とかね、三 f 三十五の三っていうところに書いてあると。 でその後なのでリスク評価リスク評価及び立案したリスク対応手続きを修正し不正による重要な虚偽表示の疑義に関する十分な検討を含め想定される不正の対応等に直接対応した監査手続きを実施しなくちゃならないこれが、えー、環境の F35 の4辺りに書いてあるわけですね。なのでこの辺はですねまあなんとか換気法を引いてまとめれればよかったという問題であの一見書きにくいんですけどもまあ開き直ってね 240見ればいいんだというふうに考えていただければ意外とここの問題1はですね、えー、と白紙にはならなかったと思いますね。はい。えー、なのでここはね、えー、環境の問題だったと。 ということですねで今度問題にこれから事例に関連していきますね匿名情報を受け取った監査人 X は田之内さんの実在性について不正リスク、まあ、これ不正リスクって不正による重要な虚偽表示リスクですから、まあ、イコール特権リスクですねそれを書いてもいいですが、まあ、特権リスク不正リスクを識別し監査計画を修正したと。 そこで修正後の監査計画に記載されたと考えられる監査手続きのうち立ち会いの実施時期及び範囲に関してどのような修正がなされたかその理由とともに具体的に説明しなさいということですよね。 そこでね種類時期範囲の話になってくるとまあ、時期と範囲であればね時期はできるだけ期末日に近い時期とかね範囲は拡大するという話があったと思いますで特に今回はもう不正が明らかにねこの明らかというか匿名の情報であの聞いちゃってますからもうこれは期末日に実施するっていうことをまあ、書いてあげるのが良かったでしょうねそして、えー、範囲に関してはこれはまああの PQR、えー、P Q R 倉庫のうちだだけだとねねですよ、ね、同時性の原則でこの P だけじゃなくて PQR 一緒にですね監査をすることによってこの中で移動なされても移動がなされても、えーね、全部それぞれチェックすればあ Q から P に移っていったとしてもそれも見抜けると。でもっと言えばですねここあの問題の3ページ目でね ABCD 工場があるわけですよ。なので、えー、まあ あのー、このね、えー、それぞれの工場を、まあ、利用した、えー、不正がなされるってこともです、ねえー、十分にありうるとただ、まあ、今回はもともと D 工場はですねこれ立ち会いを計画してるんです元々ねですから B と C が計画されてないんで B と C も一緒に立ち会うかという話もあるわけですね。と、はいうこのところをですね。回答見てみましょうね。 はい、えー、まず立ち会いの実施式これはね当初,予定した当初の予定通りに2月末に立ち会いを実施した場合理由とともに書くわけですが期末日までの残余期間、ね、である3月中にこれ在庫移動してですね不正がなされたとしても当該不正による虚偽表示を発見できない可能性がまあ高いですよ。ですから、えー、立ち会いを期末に実施するように監査計画の修正が行われたということですね。 で実施範囲はこれ先ほどこれも申し上げたとおり P のみ実施した場合には一時的な在庫移動による在庫の課題形状による不正を緩和してしまう恐れがあるということで、えー、Q と R もね同時に実施すると。 要範囲を広げるようなな監査計画の修正がさされたとらに A 以外の BC ね D はもう立ち合い計画してますから BC を利用した不正がなされる同様の不正がなされる可能性もあるので、A、工場以外の工場についても、まあ、つまり BC についても同時に立ち合いを実施するよう範囲を広げるという修正がなされたと、まあ、ここまで書ければね良、えー、かったかなと思います。 まあ、ただこれも種類時期範囲のねその時期範囲の話ですから、まあ、範囲を拡大とか期末日に近いあるいは期末日に実施というところから、えー、回答をねなんとかかけたんじゃないかなというふうに思います。はい、では、えー、問題の、えー、3を見ていきましょう。問題3ですね。はい。えー、監査 2x は問題2において修正した監査計画に基づいて監査、えー 手続きを実施した結果、4。工場のうち a 工場についてのみ不正を発見したということですね。で、ここでもね。問題2において修正した監査計画に基づいた監査手続きの結果、4。工場のうち a 工場についてのみ不正を発見したということはこれね。ここで案に。 B 工場、C 工場も立ち会ったということがわかりますよね。B 工場、C 工場立ち会ってなければ、不正発見できないですもんね。そもそも、ただ、ここで A のみ発見したということは、まあ、ここから。おそらく、ね、問い問題二の回答は、やっぱり BC も立ち会いを実施したんだな、というふうにわかります。まあ、それは置いといて、じゃあ、三十年四月下旬、A 工場長はその不正を認めたと。監査人 X に対して、その手口を説明するとと,ともに、直ちに十億のね。 えー、水増し形状を修正することを受け入れたということになってます。で問1問2に答えなさいとでここではねやっぱりこのここですよね平成30年4月下旬に不正を認めたとで修正を受け入れたということで4月なんですよ。ね。 栄光上長の不正を発見した監査人 x が取るべき対応について、まあ、伝達重要性未発見の虚偽表示の3点に整理して説明しなさいとで、それにも先に見ちゃうと栄光上の長の不正に社長が関与している可能性がある場合、x が追加的に取るべき対応について説明しなさいと。とまあ、ここちょっと書きにくかったかもしれないですが、まあ、なんとかね。ここもあの換気法のですね。まあ、240とか450とかね。 そういったところをですね。まあ、参照していただくと、なんとかたどり着けたかなと。これもやっぱり普段から基準を読んでたかどうかっていうことが大きくね。差をあのつけたと思います。では、回答を先にあの移してみていきましょう。問1ですね。問1はどんな回答かというと、現段階で想定している回答はこういった回答ですね。えー、需要性については、これ棚卸さんの10億円のね。水増し、計上を修正する。結果、税前利益が同額だけ減少すると。 で需要性の基準、まあ、なぜかというここもちょっとあのー、ねえっと一見慣れてないとあれですけど皆さんはまあ募金をやってて、えー、ボックス図が頭に入ってると思うんでこれ棚卸さんの水増し形状を修正するとつまりボックス図の右下ですよね。期末在庫を えー、多かったので減らすとそうすると売上減原価がでかくなりますよねつまり、えー、10億円の売り減がでかくなるってことは税前利益がまあ同額だけ減少するってことになりますと。で重要性の基準値を、まあ、ここもですね最初の製造業から持ってくるとよかったかなと思いますが税前利益をですね、えー、指標として算出している場合まあ通常製造業で営利目的ですからまああのー そういったねことになると思います。で、そうするとあのー、税前利益が減るってことはですね、重要性の基準値を下方改定、まあ10億も税前がちっちゃくなると、45億の税前が35億になるわけですから、そうするとね、あのー、まあ重要性の基準値下方改定する必要性が生じると書いていいでしょう。で、そうするとその結果手続き実施上の重要性も下方改定してね、その結果やっぱ監査手続きの追加実施ね、だってあのー、これそもそも45億の 需、えー要,まあ、要性の基準値はあの例えばこの45億に対してですね、まあ、5%パーとかいろいろあるわけですけども、えー、それがね需要性の基準値が下がるってことはですねより厳しい監査をしなきゃいけないわけですからそういった意味でね監査手続きの追加手続きの必要性を検討すべきということがまあ書ければ十分かなと思います。で、えー、これはですね、まあ、450環境450の9項なんかをね参考に書けるかなと思います。 これに対して未発見の虚偽表示ね、これは、あの、監査人は不正が単発的に発生する可能性が低い。 いうことを認識した上でこれ240の34項に書いてありますねすでに入手した情報の信頼性に留意して他の財務諸表項目においても未発見の虚偽表示がないかどうかを検討するために追加的な監査手続きを実施しなきゃいけないこれが450の6項あたりにも書いてありますですからこの重要性のところとですね不正のところ450とか240を参照しながらですねまあ不正が単発的ではね えー、ない可能性が高いということで未発見の虚偽表示がないかっていうのをですね、えー、他の財務省項目についても追加的な監査手続きをやればいいんだということでまああのー、回答行数も短いのでねねこのぐらいいかかければ良、ね、ったかなと思います意外にここは確かに書きにくくはありますけども基準をですね引ければ何かは書けたかなというふうに思います。で問いにはですねこれ 工場長じゃなくて社長がね関与しているとまあ工場長を通じて社長が関与しているとこの場合はやっぱり環境用の240の F39 の2とかね40個あるいは A60 個この辺えあるいは A53 個ね 240のもう一回言うと F39 の2とか 40A60A53 こういったところを参照するとこれもね実はまとめ上げられたところなんですね読んでいきますと監査人は A 工場長の不正に社長が関与している可能性があることについてまず監査役等に報告する必要がありますとともに監査を完了するために必要となる監査手続きの種類時期範囲について協議しなくちゃいけません。監査役等々に報告して協議をすると でまた当該不正に社長が関与している可能性がある場合にはここですね社長の信頼性や誠実性に疑念を抱く可能性があるので法律専門家の助言とかですねそもそもこんな信頼の置けない、ねえー、経営者に対して、えーまあ、監査業務を提供していいのかって話もあって、えー、契約の継続に関して検討する必要があるとまあこういったことをですね書ければよかったかなと思います。ね え監査役等に報告して、えー、協議、ねえー、監査を完了するための手続きの協議、えー、そして、えー、社長が関与している可能性があればねその誠実性とか信頼性のおに対する疑念ということで、えー、まあそもそもね契約の継続がいいのかということに至るということで、まあ、この辺を、ねえー、書くという問題でした。はい、で最後問題はですね。 後者は問題3における A 工場での不正について財務省を修正したが開示すべき重要な不備があると記載した内部統制報告書を提出したと監査 2X は当該内部統制報告書に対して無限定的政権を表明したと監査 2X がそのような判断に至った根拠について重要性の判断及び是正措置の実施時期の観点から説明しなさいという問題ですねであの内部統制監査についてはこれはですねもうあの この、ねえー、レックスの監査ロの講師陣でですね、あのー、もう重要だと、えー、なぜかというと会計士協会もねここの、えー、内部統制監査が始まって10年ということで、えー、10年の総括ということでね、えー、あの総括してましたので、まあ、内部統制監査はですね非常にこの。お トピックというわけではないんですけれども制度をね振り返ってる時期だったということであのここはもう意見表明のね、えー、はあくまでも期末日時点の内部統制の有効性について評価をするんだと。 ね、そして経営者が評価したのに対して意見を表明するということは何度もですね講義の中そして答連の中で言ってきました内部統制危ないですよって言ってきましたまさに出たなという感じなので、えー、ここについてはね答連を受けて,てくださった方はある程度ね特に実施時期の観点に関して言えばですねまああ,のある程度書いていただけたかなというふうに思っています。はいじゃあ回答を見ていきましょう問題4ですね、はい まずはじゃあ重要性の方から先見ますか、まあ、これはですね、えー、不備な財務収入に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合は当該内部統制に開示すべき重要な不備があると判断されるということで、まあ、ここはね内部統制基準の2の3の括弧4なんてあたりに書いてあることなんですが、まあ、ここはちょっと思い出していただいて不備のね影響が、まあ、財務収入に及ぼす影響が重要だと、ね、いうことであれば重要な不備があるということになると。で えー、ここで本門のあのー、棚卸資産の水増し計上10億円は税前のやっぱり20%ですよね税前の2割を超えてます。でえー、まあ内部統制の影響力を有する工場長による不正だということでえー、まああのー、税前あごめんなさい。 えー、不備の潜在的な影響度合いが大きくてですね虚偽表示の発生可能性が高いとね、えー、いうふうに判断されることからやはりですね開示すべき重要な不備に該当するということになります、ねえー、重要性の判断としてはまずですね、えー、そもそも財務省に重要,重要な影響を及ぼす可能性が高い場合はあ 開示すべき重要な不備があると判断されるわけですがでこの10億円というのは税前の20%を超えていたり工場長の不正ということでね潜在的な影響度合いが大きく、えー、虚偽表示の発生可能性が高いと、ね、え実際に虚偽表示がなされるかどうかは別として発生可能性が高ければこれは開示すべき重要な不備となりましたよね。で、えー、次ね是正措置の実施時期ですけどもこれはね問題さんのところでこれ。 4月下旬に A 工場長は不正を認めたと、まあ、問題3までねちょっと遡れなかった方はですねあのちょっとね、えー、回答わかんなかったかもしれないですがあのちゃんとねこれ後者は問題3における A 工場での不正についてということで問題3のねこの前提の文章がありますからそこを見ていただけば4月のね下旬に A 社の工場長は不正を認めたということですからやはりねこの実施時期としては あの期末日後ということで、えー、不正なな、えー、ごめんなさい工場長が不正を認めたのは期末日後なので是正措置の実施時期も期末日後であると、まあ、通常そうですよね。ですから内部当選の評価時点である期末日においては内部当選に開示すべき重要な不備は存在するわけですよ。ね あくまでも期末日現在の内部統制に対したがって内部統制報告書において解説べき重要な不備があると記載された内部統制報告書に対して無限定的性意見を表明したと考えられるということであくまでも、ね、内部統制というのは期末日における内部統制の有効性の評価それを経営者が行って監査人がそれに対して意見を表明する。 これが内部統制監査でしたと、はい、えー、これがですね、まあ、内部あのゼ論文式本試験の平成30年度の解説ということになります。あのね、ー、やっぱり解説してても思うんですけど、やっぱりね今年はまあ、ちょっとねあのー、例年に比べればですよあのーえー、時まあ。 比較的解きやすかかったかなと何を書いていいか分かんないと思ってうっと止まるよりはああこれどっか調べればいいんだろうなっていうような問題とあとはねしっかりとした理解に基づくねがあればああこれはこういうこと書けばいいんだろうなと目処は立つ。 ね、なのでもちろん模範解答みたいな文章は書けないにしても、えー、こういった方向性で書けばいいんだろうなっていうことの目処が立つっていう観点からすればですね、まあ、あの例年よりは解きやすい。だからといってこれがね、えー、何かねあの簡単すぎるとかそういうことでは全くなくてあの受験生の理解をあの正当にね問うあの非常にね勉強した方にとってはあの。 できて勉強が不足してた方にはできないといういい問題だとねやっぱり思いますねですからあのまあね、えー、今回の問題はこれ今後あの来年以降ですね受験を開催論文式試験を受けられる方っていうのはあのまた今回の問題もですね一ついい問題としてあの来年の対策としてね使っていただきたいと思います何度も言うようにリスクアプローチの問題だってね、えー、これはあの過去に正直 あの出てますけども焼き直しでね出てますもちろん追記情報とかゴインコンさんも出てますしねあの不正の話も出てますでも近年中に出てますけどもえこれがね焼き直してまたあの本質を問う問題というのが出されていますから決して過去に出たからといって侮ることもなくえ今回の問題も大事なね問題としてえこのいい復習教材として使っていただきたいと思います。 ね、そして、えー、監査論の勉強はやはりねこういったあの問題の傾向はあの今後も是非ね続けていただきたいというふうに切に願うわけですけどもあのこういったことであればですねやはり基準をねしっかり読んでそしてあの講義の中とかで説明する事例とかをですねしっかり頭の中で理解しておくと、ね、そしてもちろん必要な最低限の専門用語が覚えるということをすればあの監査で落ちることは正直ないと思いますね。 ですからあの、えーまあ、講義とね、当然そしてあのそれに伴う自己学習でですね監査はもうそれ以外やることはありませんから、えー、もう教材とね、えー、当然と、まあ、講義の教材を、ね、信じていただいて勉強を続けていただければいいという結論は、ね、変わらないということですね。 はい、えー、それでは、えーまあ、1時間ちょっとねなりましたけれどもこのね平成30年論文式試験の本試験の、えー、監査論の解説をこれで終わりにしたいと思います。どううもごご清聴ありがとうございました。